こちらテイガー。そろそろカグツチ近辺か。そうだな。カグツチの防護陣まであと2000といったところだ。そうか。そのあたりはまだ空間が不安定みたいだな。調子はどうだ。ほう、お前が私を気遣うとは珍しいこともあるものだ。無駄口はいい。どうなんだと聞いている。良好だ。空間が不安定だということは、統制機構がまた何か企んでいるのか。でなければトンボ帰りでお前を送り込まんよ。ふん、だろうな。ふん。まあ目的は大体見当がついている。お前の任務に影響はしない。今回の任務はノエル・バーミリオンの保護で間違いないな。そうだ。別に持って帰ってくれば、保護だろうと捕獲だろうと構わん。しかしどうして急に。聞いても面白くないだろうが、説明してやる。現在第7機関内のバカどもの間で、ノエル・バーミリオンとラグナザ・ブラッドエッジの処置に関して揉めている。揉めている？機関の決定ではないのか。機関も一枚岩ってわけじゃない。組織なんてどこもそんなもんだ。現にカグツチに他の機関員がゾロゾロ出入りしているしな。第七機関も本腰を入れたというわけか。そうだ。特に目の処置に関してはいろいろあってな。いろいろとは？お前も自傷干渉は経験しているだろうからわかると思うが、目の扱いは少々。できれば他の機関員が接触する前にノエル・バーミリオンを確保したいのだが。了解した。全力を尽くそう。ああ、だがそこまで焦る必要もないぞ。他の奴らが先に接触したところで何ができるとは思えないからな。そうなのか。あのバカどもは目の価値を理解していない。逆に青の魔導書が優先だとか、うるさくてかなわん。確かに、あのラグナザ・ブラッドエッジは青の魔導書一つで図書館と互角に渡り合っているからな。まったく、あんな最弱な魔導書に何の価値がある。ここの絵を前から気になっていたのだが、その最弱とはどういう意味だ。ん？そうだな、簡単に言うと、青の魔導書には致命的な弱点がある。致命的な？ああ、致命的なやつだ。完全に弱点の分かっている最強だぞ。怖くはないだろう。確かに攻略法のある兵器など意味をなさないな。まあ今回のお前の任務はノエル・バーミリオンの確保だ。青の魔導書のことは気にするな。というか今回あれには。テイガーさん、間もなく降下ポイントです。準備してください。了解した。ここの絵すまん。最後が聞き取りづらかったが。ああ気にするな。とにかくお前はノエル・バーミリオン確保に全力を尽くせ。ラグナザ・ブラッドエッジについては最悪の場合処分しろ。あれはもう用済みだ。了解した。あと奴とライツについてはどうする。奴らに関しては臨機応変に対応しろ。お前に任せる。確認は以上か。今最後にもう一つ、白面はどうした。現在最下層に封印中だ。うるさいからな。あれは奴でも解除することは不可能だろう。奴も災難だな。降下ポイントです。降下準備を。ああそうだ、最後に通信状態が悪くなってきたな。後ででいい。まずは任務に集中しろ。了解した。 TR-0009 テイガー、状況を開始する。降下行動終了。さて、防護陣はうまくかわしたようだな。カグツチまで1500といったところか。ここならいいだろう。そろそろ出てきたらどうだ。
即位システムに反応がないということは迷彩の術式か、他の機関のものか、それとも図書館か。残念ながらどちらでも敵ではにゃい。さすがは第七機関の赤鬼にゃすね。私を知っている？それにお前、カカ族か。そうにゃすよ。こちらは違うが。そっちは人間か。私の名はトラカカ、カカ族の戦士にゃす。この子は、この子はプラチナ。ある人の依頼でこの子をカグ土に送り届ける最中にあんたが空から落ちてきたにゃす。なので様子を伺っていたというわけにゃ。ある人？それは言えないにゃす。信用問題に関わるからにゃ。でもあんたたちの敵ではないことだけは保証するにゃす。それを信じろと。信じるか信じないかはあんた次第にゃすよ。ま、とにかく遠回りをしようかと思ったが、この確かにここは魔物が多いな。先ほどから気配がする。あんたに怯えて出てこないみたいにゃ。こっちにはプラチナもいるし、あんたについていけば魔物も襲ってこないから、少し距離を空けてついていくことにしたにゃすよ。ふん、魔除けか。なるほど。こちらの事情は全部明かしたにゃす。だからその拳を引いてもらえないんですか。貴様、本当にカカ族か。どういう意味にゃす。カカ族にしては賢いと。まあ気分を悪くさせてしまったなら謝る。気にするにゃ。事情は理解した。分かっていると思うが、私の方は何も話せないぞ。特に知りたいとは思わないにゃす。こちらの安全さえ確保できればそれでいいにゃすよ。なるほどな。分かってくれたか。物分かりが良くて助かるにゃす。タオ風に言うならいい人にゃすな。いい人かどうかはともかく、うん、そういう理由なら共にカグ土へ行くか。そうにゃすな。お願いする。了解した。では行くぞ。ここの絵、聞こえるか。ああ、そこは通信状態が比較的いいようだな。今、カグ土に到着した。そうか。道中問題はなかったか。高架地点の森で、カカ族の者と会い、目的地が同じだったため同行した。先ほど入り口で別れたが、特に問題はなかった。カカ族？まあいい、わかった。問題がないなら直ちにノエル・バーミリオンの捜索を開始する。ああ、とりあえず即位システムで青の残滓を追跡しろ。ノエル・バーミリオンは今少なからず青の波長を発しているから反応があるはずだ。了解した。それと一つ、その即位システムだが何かあるのか。ラグナザ・ブラッドエッジの青と判別ができない。もしかしたら捜索が面倒なことになるかもしれない点を注意してくれ。了解した。とりあえず情報を得るために統制機構近辺を調査する。構わん。そのあたりの采配はお前が。どうした。少し待て。心得。おい、心得。構わん。18から32番まで閉鎖しろ。そうだ、全て閉鎖だ。その他はいい。どうせ奴には意味がない。無駄なことをするな。衛兵隊向かわせるな。バカ、死にたいのか。奴がその気になったらこの施設の8割が吹き飛ぶぞ。バカ、面倒なことになった。大体察しはつくが。白面が脱走した。やはりな。向かう先は間違いなく家具土だろうな。奴も青を追うだろう。手段は問わん。見つけ次第拘束しろ。干渉はできないのか。多分無理だろうな。
この一件にはおそらくレイチェル・アルカードが絡んでいる。こちらテイガー、オリエントタウンに移動。テイガー。ん？どうした？ライチに遭遇した。あなた、今博士と通信しているのね。お願い、博士と少し話したいの。私に繋いでくれないかしら。今は任務中だ。すまないが、ここの絵も忙しい。任務中？いえ、ごめんなさい。わかったわ。でもできれば後で。お前の要件はおおよそ察しがつく。この際だからはっきり言わせてもらおう。やつ、今は荒くねだったか。ライチ、やつはもう無理だ。お前も科学者ならわかるだろう。あの侵食はすでにレベル D を超えている。そうなった者の行く末は嫌というほど見てきたはずだ。わかっているわ。わかっているからこそ助けたいのよ。ライチ、確かに奴はまだ形を保ってはいるが、正直それ自体が奇跡のようなものだ。本来なら他の者と同じように。言わないで。奴が何を考え何を求めたかは私も知らないが、あれは自身で望んで落ちた。教会の青に惹かれた。奴はお前ではなく青を選んだんだ。他の者は自業自得で、荒くねだけは特別か。それはおかしな話だろう。侵食された者の多くは望まずにそうなってしまったんだ。今現在も苦しんでいる者は大勢いる。私はその苦しんでいる者たちを何人も楽にしてきた。だからこそ言えることがある。ライチ、あれはもう無理だ。あれを救う術はここの絵でも持ち合わせてはいないだろう。それでも私は。お前の責任か。違うな。あれは奴と私の席だ。博士。ここの絵。少し甘やかしすぎたな。テイガー、そこのバカ弟子に少しばかりお灸を据えてやれ。